こんにちは。YouTube 予備校の松原です。今日はですね、僕の、予備校に通う生徒さんから、受験相談を受けまして、学校で自分の志望校をなかなか認めてくれないどころか、お前なんか受かるはずがないだろうみたいなことを非常にこう強い口調で言われて、結構メンタルがね、やられてる生徒さんから相談を受けたんですけども、で今日ちょっとお父さんお母さんとお話をしまして、一応ですね、僕がその府警代表ということで一度先生と電話で話をして、少しでもその生徒さんがね勉強しやすい環境、先生が少しでもその志望校を認めてもらえるように話をしてみたいなというふうに思ってます。はい、でもうちょっとね約束の時間来てるんで早速電話してみたいと思います。はい、藤村です。私、松原と申しますが、この、藤村先生の携帯でよろしかったでしょうか。はい、そうですけど。すみません、今日ですね、内田裕也君からお父さんとお話をされるっていうふうなお話をされてたかと思うんですけども、実はお父さんの方から私の方にちょっと変わって話をしてくれないかということで今日電話しております。すみません、私ですね、ゆうやくんが今通っている予備校の、代表者のものでして、今日ゆうやくんからちょっとその受験相談を受けたときに先生の方で、早稲田は絶対に無理だみたいなことを言われて相当落ち込んでおりまして、でそれをなんで先生はそういうことをおっしゃったのかなってことも踏まえてちょっとお話を聞きたいなというふうに思ってお父さんに無理言ってちょっとアポを取っていただいたんですけども、なるほどね。すいません、はい、ちょっとお父さんから電話があると思っておられたかと思うんですが、すいません、私が今回ちょっとお話をさせていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。お父さん委任されたってことですよね。そうです、そうです。それでしたら、はい、それだったら分かりました。すいません、どうもありがとうございます。すみません、先生はゆうやくんの、担任の先生ということでよろしかったんですかね。そうですね。はい。なるほど。失礼なんですけど、今、先生の高校だと早稲田の合格者っていうのはまだ一人もいないというふうに聞いたんですけども。いないですよ。そうですか。滑り止めですからね、地方の私立なんで、公立のですね。だから、あれなんですかね、もう、ちょっと言葉悪いですけど、一方的にもう、うちの高校からは、そんな早稲田なんか行けるはずがないみたいな感じで、ゆうやくんにおっしゃったんですかね。そうですね、過去の実績見てても、そうですね、そこ、福岡大学だったら毎年何か行きますけど、西南はもう正直2年か3年に1人2人行けばっていう感じですよね。今ゆうやくん確か、特進コースじゃなくて普通コースの方でしたっけ。そうですね。早稲田は行けないっていうふうに、先生自身が感じてらっしゃるってことなんですかね。そうですね。なるほど。でもそれってちょっとどうなんでしょうね。その私立文系だったら大体その今から勉強したら大体間に合うところが多いと思いますし、早稲田も彼の今の現状学力偏差値だけで見ると確かにちょっと厳しいかなって思われるのは分からないこともないんですけども、結構細かいところまで見ていくと結構可能性が非常にある子なので、僕としてはその早稲田受からせたいと思って指導の方をねさせてもらってるんですけども、先生そのあたりどういうふうに思われてますか。いや、ちなみに偏差値この前のは知ってますか。なんか言われてましたけど、今そうですね、前頭マーク模試で偏差値で39でしたよね、確か。39ですよ。その39っていう数字だけ見ると確かに先生おっしゃる通り、早稲田はもちろんいい判定だったんですけども、ただ彼がその4月の段階で中学レベルも全くダメだったんですね。で今、まあね、夏休みももう終わりかけですけども、まあ、ちょっとスピードは遅かったんですけど、最近すごいその躍進していて、中学レベルの、まあ、英文法とか英単語とか現代文がもうすごい完璧に仕上がってきていて、公立高校の問題ももう9割以上取れるぐらいの状態まで上がってきてるのはご存知ですか？いや、それは知らないですけど、まあ、正直、はい、ね、吉田君が、はい、まあ、そんなにじゃやってるっていうのは今初めて知りましたけど、うん、まあ、それまでも高校1年生、はい、2年生を全くしてないですからね、私が知る限りでは。確かにその、まあ、僕らもその高3から受け持たせていただいてるんですけども、まあ、ネットの予備校なんですけども、うん、うん、高1高2はほとんど勉強してないっていうのは確かにその事実としてあるんですが、うん、ただその彼は彼なりにこの数ヶ月間すごい頑張ってきているし、実際その偏差値って高校3年生ってなかなか上がりにくいじゃないですか。意外とみんな勉強するし、まあまあまあ上がらないですね。で、だからその偏差値だけではやっぱ学力って測れなくて、まあ、中学レベルを測るとしたらその公立高校問題だとか、もっと言うのはまあ志望校の過去問が解けるか解けないかっていう判断も非常に有効だと思うんですけども、まあ、そういうその、まあ、彼が今まだ偏差値39だけども中学レベルがちゃんとできてきてるっていうことも把握しないで、一方的に生徒のその希望をそぎ落とすような、そういうなんか先生の姿勢って僕どうなんかなってちょっと正直思ってるんですよね。いやいや、もうおっしゃることはわかるんですけど、はい、ただ、うん、ここから高校3年間の勉強を詰め込みますっていう段階で、はい、になってくると、まあまあ現実的に見たらどうなんですかっていうのが正直思うところですよね。で、ましてや、はい、まあまあまあそれが現実的なもう少し低いとこだったら、うん、ねえ、さて頑張ってるって聞くんだったら、うん、まあそこを目指してこういうふうにしようかって僕も言えますけど、うん、私もですね、はい、ただその早稲田ってなるとね、うん、まあ、確かに、まあ、そんなに簡単に受かる大学じゃないんですけども、やっぱりその行きたいっていう思いをしっかり、認めてあげて、でそれに対して彼は今は努力してるんで、今の姿を認めてあげて応援していくのが教育に携わる者としての多分あるべき姿やと思うんですよ。先生はそのただ偏差値だけ見て、で細かい学力のとかも一切把握せずに、ただ一方的にダメだっていうふうにまあおっしゃってるじゃないですか。で、実際私立文系ってまあこう偏差値が30、40の人でも絞ってやれば全然可能性があるわけですし、かつ中学レベルがこのわずか短期間で仕上がったっていうのも非常にその、まあ、合格を目指せる一つのその根拠になってるんですよね。でそういうことも全然こう勘案せずに一方的にダメだっていうふうに決めつけられるのはこれちょっとおかしくないですか？どうなんですかね。こちらとしては正直その状況とか知らなくて言ったのは申し訳なかったですけど、いやそれは僕じゃなくて、まあまあ、それは僕じゃなくてゆうやくんに言ってほしいんですけど、はい、うん、ただ、はい、まあここで正直言ってしまって、はい、ここ早稲田がもしも目指しました、全然足りませんで他の大学も行けませんっていうふうになるんだったら、1年棒に振った時を考えると、まあ、現実的な大学の方がいいだろうってこちらは判断しました。早稲田の、まあ、先生もご存知だと思うんですけど、試験科目今回、まあ、英語と国語と日本史じゃないですか。そうですね。で、まあ、早稲田も、まあ、学部によってはマーチレベルの学部もありますし、まあ、それよりも難しいところがあるので、確かにまあ、対策自体は難しいから早稲田一本に絞ったら他の大学にも他の大学とかレベルの低いところにも引っかからなくなるかもしれないという懸念はあるかもしれませんけど、基本的に早稲田の対策をしていればマーチとか日東駒線とか、まあ、もちろんその産金交流とか西南福大も全然目指せるんですよね。うん、それはもう理屈は分かりますよ。はい、うん、ただ、松原さんでしたっけ、はい、早稲田はもう要は私今聞いてる限りでは、はい、早稲田は行けるということを熱弁されてるだけで、はい、私根拠が伝わってこないんですよ。あ、根拠ですね。はい。行けるから、うん、そんなひどいことを言ったのは取り消せっていうふうに迫ってらっしゃるけど、はい、中学レベルは何ヶ月だで終わりました。はい。じゃあそれは単に高校1年生に追いついただけですよね、進学校の子の。はい。そこの、こっからじゃあ巻き返す2年分巻き返す根拠を教えてください、じゃあ。なるほど。うん、それで私が納得できるんだったら、撤回します。し、協力もします。根拠は、私です。私自身の経験です。私も偏差値が、うん、29という状態だったんですよ、高1の時に。うん、で、まあ初めてその僕の在籍した高校で初めて早稲田に向かったんですね。で、その経験をもとに、今までだいたい3000名ぐらい生徒さん指導させていただいて、今のゆうやくんの現状が過去の実績3000名の実績から見ていくっても十分ゆうやくんは合格可能性があるという判断をしてますし、何よりもここ 1,2 ヶ月の頑張りがすごくて一気に中学レベル仕上げてきたわけですから、でそういうその僕ももちろん一個もね彼がやりきったことがなければ、まあただ単にこうね、夢物語をすいません言ってるだけかもなっていうふうに思っちゃうんですけども、ちゃんとその行きたいという気持ちとともに努力をしてきているわけです。でも残念ながら中学レベルをやっただけではまだ偏差値が変わらない。でも頑張ってちゃんとその来てるわけだし、過去のデータから見ても、まあ、僕はかなりの打率で受かるんじゃないかなと思ってます。でもしダメだとしてもマーチとか、まあ、その有名次第には十分引っかかってくる可能性があるので、それはまあ受験に絶対はないので絶対合格させるとは言えないんですけども、まあ、そういう彼の、ね、努力とか頑張りを、まあ、ちゃんとこう見ていただきたいなというふうに思ってます。なんか根拠って人は、まあ、根拠としてはちょっと不十分かもしれませんけど、ただ僕根拠は松原さんの経験ってことね。まあ経験ですね。もうその自分自身がやってきた経験もだし、その多くの受験生が、まあ、僕のメソッドで実践してくれて、そのおかげでいろいろこうブラッシュアップしてきたっていう自負もありますし、それをまあもともと僕は今 YouTube 予備校っていうので大体全部もう公開してるんですけども、まあ、そこから最初ゆうやくんが知ってくれてっていうところから、まあ、ご縁いただいたんですけども、じゃあまあすみません、とりあえず頑張ってるんですよね内田君は。そうですね、まだ偏差値には現れてないんですけども、中学レベルの、まあ、公立高校入試の英語と現代文はもうほぼ完璧に解ける状態です。じゃあ、はい、じゃあ頑張ってるんだったら一旦じゃあ早稲田にすればいいんじゃないですか、志望校。ただ、はい、ありがとうございます。次の模試でですよ、はい、変わってなかったら、はい、変わるんですか。変わってなかったらまた言わせてもらいますよ、はい、まあ変えます、まあ、ただその全科目上げるのは難しいかもしれないんですけど、ただ先生にまあ、ゆうや頑張ってるなっていうふうに思ってもらえるような結果を、まあ、一緒に出すように、まあ、努力はしたいと、まあ、努力します、やります、まあ、じゃあ、まあ、とりあえずはじゃあそれでもう言っときますし、本人にはい、ちゃんとこっちからも言いますから、はい、でそこまで熱く言われるんだったら、はい、今の約束ちゃんと守ってくださいよ。わかりました。はい、まあ、次の全等マーク模試では偏差値50までは必ず上げます。そういうことですね。はい、はい、わかりました。じゃあそこまでは一旦は本人の希望通りにしておきますので、はい、はい、すみません、ありがとうございます。すいません、なんか内田君にも話しときますね。どんな話したかっていうのは、はい、まあ別に、はい、まあ有用不可っていうことは言っときますから。すいません、ありがとうございます。まあ、ちょっと僕も今日初めてお電話してかなり失礼な言葉がいっぱいあったかもしれないんですけど、本当に申し訳なかったです。ちょっと僕自身なんとか釉薬の力になれればと思って、お電話させていただいたんですけども、はい、まあ、でも先生もこう今回釉薬の志望校を認めていただいたということなんで、まあ、頑張ってその次の模試に結果出せるように頑張りたいと思いますので、はいはい、頑張ってください。あくまで釉薬ですからね。わかりました。釉薬科を設けたってだけなんで、そこは危機感を釉薬もね、はい、内田君ももう松原さんもですね、はい、持っていただければと思いますので、それでしたら。わかりました。本当に、はい、ありがとうございます。はいはい、じゃあまず改めて先生にも連絡させていただこうと思います。もしの結果をもとにですね。はい。はい。わかりました。はい。じゃあすいませんが、はい。はい。はい、では失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。ということでして、今電話終わりました。かなりね、僕自身も、ちょっと緊張したので口が回らなかったりしたんですけども、まあ、なんとか先生に少しね、志望校を認めてもらえたので、次の模試で、まあ、偏差値ね50まではなんとか伸ばせるんじゃないかなと思ってるんですが、偏差値って伸び始めたら一気に伸びるんだけど、伸び始めるまでは結構時間がかかるんで、まあ、ちょっと乗るかそるかっていう勝負なんですけども、まあ、なんとかねそこまで伸ばして認めさせていきたいなと思ってます。はい。まあ、ちょっと疲れましたね。まあ、ちょっとこのね、音声を、まあ、アップロードしていいかどうかで、もう一回ちょっと先生に確認取ろうと思いますが、まあ、とにかく、まあ、ちょっと今日は疲れましたね。はい。じゃあ、また、この件でいきさつがあれば、ご報告します。